アビアティック、DI アビアティック DI アビアティック DI は、アビアティックが製造し、第一次世界大戦で使用された、オーストリア・ハンガリーの服用戦闘機である。設計者の名をとって、ベルク・ディー・アベルク戦闘機と呼ばれる。本機は、オーストリア・ハンガリー帝国発の自主設計戦闘機で、ある。設計主務者は、ユリウス・フォン・ベルク技師であった。生産は、アビアティックのほか、ローナー。 フェニックス、ロイド等が行ったため、発動機、武装など各種の変形が生じている。上昇力と旋回性能に優れており、安定性も申し分なかったが、さらなる性能を向上を目指して、より強力な発動機に換装した方もあった。1917年後半より、部隊配備が始まり、配線まで各戦線にて抗戦した。 他のオーストリア製航空機と同様の滑らかな、合犯外費の機体であったが、強度不足の嫌いがあった。また発動機が加熱しやすく本機の大きな欠点となっていた。主翼には一長間の支柱と補助バリ線で指示された服用形式を用いている。発動機は、水冷式発動機を装備し、これに固定式に羽根のプロペラを、牽引式で装着した。使用単位については、 ウィキペディア、ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照。ありがとうございます。